よ、久しぶり関西弁の動画を作るよな。ちゃんと見とけよ。勉強になりますよ。まずは、いいやろ。よしな、もう動画できた。話の途中で邪魔すんじゃねえぞ、こら。黙ります。これは簡単な説明だけどさ、いたでしょうになるのは、関西弁ではね。いたやろ、それと、だろもね。つまり、だろはやろになっちゃうわ。で、その2。ちゃお、標準語ではね、違うわ、ちゃおになっちゃうわ。お、じゃあ簡単じゃん。ちゃおはちゃおは、ちゃおちゃお。そんなに簡単じゃないよ。え、なんで？ちゃお2回言ったら犬になっちゃうわ。よっか、コメント、フォロー、キア、全視聴だぜ。うー。